米沢彦八がよいしょ始めた落語が上方落語の元祖となりまして、はい、毎年生田神社の境内でよいしょ楽しい祭りは彦八祭り。そらよいとこさ、さろよいやさ、30回の記念ですが、はい、今年は19回目の中途半端な年ですが、はい、私がなんと実行委員長になりまして、はい、文部部からを出すために生田さんの境内に2日間花やぐらを建てまして、河内温度大会催します、はい、その時はメインゲストはおなじみの奥部屋武雄師匠を筆頭に奥部会の皆様方、大目武雄師匠も招きまして、彦八祭り上方落語のファン感謝で、はい、河内温度で踊りましょう。そらよいとこさ、さのよいやかさ、またまた私ここでありましたが、私の一押しの演歌歌手は誰やろう、咲かせて心重ねてはぐれたムービー、お宝の女で頑張りまして、はい、今年は新曲雪蓮華よいしょ、埼玉生まれの歌姫の、はい、この名ご存知、石川雪の単語をごひいきに、はい、なんと上本町新歌舞伎座、はい、7月5日を皮切りに、はい、2週間も初座長公演決まりまして、はい、歌と芝居でございまして、はい、芝居は人生いろいろ白倉千代子を物語、はい、人情優しいお人柄、はい、真の強さと歌のうまさはまさに平成のお千代さん、よいしょ、市川由紀乃の公演に、はい、なんと特別に文福が、皆様私は特別に毎日見に行きまんね、誰が出してくれるかい、最後にもう一つめでたいニュースを発表します。米朝一門ならばご子息の米男児が襲名してますが、我らが軍師一門は米朝春男児家は枝葉でして、カツラの宗家はカツラの軍師、三子が分子を継いでまして、はい、金子が子分子になりまして、なんと皆様この秋にはカツラ帽子がカツラに並ぶ立派な大名席が決まりまして、カツラ帽子は希望という可愛い弟子子も取りまして、はい、この秋にはカツラ帽子がカツラ一門の歴史に残る大名跡、どんな名前を襲名するかをここで発表いたしましょうと思ったところで、ちょうど時間となりました。またの遊びを楽しみに。よろよろ
Thank you.
Bye.
殿わらべの孤流弾男へ持つならまたるやごら一応にぎりの抜きを見るとそりゃすとで皆さんに思わぬ感となりまして最後飲んでみなさい大変ごぼうやなのさそれに続く若気をさ皆様の中の発見とそれからますますハッピーと様々なご健康が相手変わらず幸せは神かけお祈りいたしますそれでは皆さんさようならもう一つずつゆえさんとありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございますありがとうございましたというわけでございまして皆様方、ね